童話のバンドソー BS200 を買ってしまいました。会計寸法はこんな感じです。テーブル寸法は必要にして十分な大きさです。中古で購入したのですが、新品の帯の小刃も10枚以上付属していました。ラッキーでした。上部の下部のノコバガイドに取り付けるセリです。4つで1組になります。現在付けているものを含めて3種類が付属していました。なんとパナソニックの前身ナショナル時代のモーターです。モーター側と本体側のプーリーは4段になっており、 V ベルトの掛け替えで4速の設定ができます。古いものですがモーターは正常に動作します。Vベルトの方も問題ありません。この2つのネジを緩めるとガイド指定が上下に移動します。こちらは作業テーブル取り付け台です。テーブルを角度0から22度まで傾斜させることが可能です。45度までできないのが唯一残念な点です。次に本体内部を確認します。上部ホイールは特にガタつきもなくスムーズに回転します。下部プーリーとドライブプーリーも確認してみます。後で気づいたのですが、上部ホイールと下部ホイールにノコバを乗せるためのゴムタイヤがついていませんでした。全体の状態を把握しましたので、オイルアップなどのメンテナンスを行っていきます。まずはホイールに取り付けるゴムタイヤを購入しました。3本セットで1万3000円ほどしました。ゴムタイヤと一緒に詳細な取説が入っていました。ホイールの取り外し方も記載されています。私が購入したのはスナップリングタイプのものです。スナップリングプライヤーでリングを外します。時空家はベアリングタイプではなく、鉄製の軸との潤滑性に優れた真鍮製の合金が使用されています。下部ホイールのスナップリングを外した後、下部ホイールを取り外すためにはドライブプーリーの位置決めをしているネジを緩める必要があります。ドライブプーリーの V ベルトを外した後に、2つの下部プーリーを同時に取り外します。すべてのホイールを外し終えました。次に、ホイールにゴムタイヤを取り付けます。このままの状態では
取り付けは極めて困難です。かなりの力が必要です。ゴムタイヤはあらかじめ50度以下のお湯につけておいた方が取り付けが楽とのことです。取説通りお湯につけてからはめると楽にはめれました。ホイールを元に戻す前に軸の掃除とグリスアップをしておきます。ドライブプーリーにかかっている V ベルトの針をドライブプーリー本体を固定しているハウジングを回転させながら調整します。位置が決まったら2つの固定ネジを締め付けます。最後にスムーズに回転するか確認しておきます。最後に電源を入れてモーターで回転させて読んだないかなどを確認します。以上で機械のメンテナンスが終わったのでノコバの取り付けと試し切りをしてみたいと思います。ノコバは付属していた木材加工用の G タイプを使用します。アサリ出しとは、このように刃が左右に開いたものを指します。ノコバを、下部ホイール、上部ホイールの順に、ゴムタイヤに乗せていきます。また、ノコバは、上部と下部のガイドの中央を通るようにします。ノコバがゴムタイヤの中央になるようにノコバの位置を調整した後ネジを回しながらノコバの針を調整します。ノコバの針調整後に再度ノコバがゴムタイヤの中央にかかっているかを確認します。次にセリをノコバに当たるか当たらないかギリギリのところで固定します。ノコバの背面にあるベアリングの位置調整についてはノコバの背面との隙間が 1mm 程度になるように調整します。上部ホイールのゴムタイヤの中央位置で回転していることを確認します。もしノコバがゴムタイヤの中央で回転していないときは上部ホイール角度調整ネジで角度を調整します。最後にテーブルを取り付けて準備完了です。手始めに 20mm の板を切断してみます。
上部ガイドの位置を、切断するものの上面と、セリの先端との距離が8ミリ以下になるように設定します。丸ノコで切断したように、切断面が非常に綺麗です。最後に、他社製品のバンドソーとの比較をしてみます。実際の大きさは、並べて比較すると、こんな感じになります。最後に金属切断用のバンドソーを紹介しましたが、木材しか切断されない方は木材専用のバンドソーを購入することをお勧めします。金属切断用のバンドソーは木材も切断できますが、ノコバの回転速度が遅めに設計されております。また木材専用のバンドソーはドリフトしないように設計された高性能なものが比較的安く購入できます。